ちっちゃくて可愛いグラス、この真っ白丸っこいフォルムが何とも言えず買ってきてしまいました。こんにちは、はるあんです。今日はですね、さっきね無印に行ってきたんですよ。から無印で買ったものをご紹介したいと思います。可愛いものとか使い勝手良さそうなものとか美味しそうなものとかいっぱいあったので、それをね一つ一つ紹介しながらやっていきたいと思います。それでは早速スタート。まずは何を買ったかと言いますと、一つ目はじゃーん、トウモロコシのお茶です。コーンティーです。トウモロコシのノンカフェインのお茶が私大好きで、今までカルディでねトウモロコシのヒゲ茶っていうのを買ってたんだけど、無印にもトウモロコシ茶があったので飲み比べてみようかなと思って買ってみました。トウモロコシ茶でノンカフェインだし、すごい香ばしい香りがして美味しいから、寝る前とか食後のお茶としてすごいおすすめです。多分スーパーとかでも売ってるところは売ってるから、まだ飲んだことない方にはぜひ飲んでみて。私の家に遊びに来る友達は大体トウモロコシ茶美味しいって言って飲んで帰ります。トウモロコシ茶の魅力にねハマるとね、なかなか抜け出せないですよ。では次、じゃん、杏仁豆腐ミックスと牛乳だけで杏仁豆腐が作れるんですって。すごくない？美味しいといいな。でこの杏仁豆腐は何に作っても多分美味しいし可愛いんですけど、このグラスを買ってきたんです。ちっちゃくて可愛いグラス。飲み物を飲むとしたら、ちょっとこうワインとか少ない量でいいね飲み物をこうやってググって飲む量のグラスだと思うんですけど、可愛くない？だからこれに杏仁豆腐を作ろうかなと思って。でなんかちょっと上にさ、いちごジャムでもいいし、まあ杏仁豆腐だからそのまま食べてもいいんだけど、グラス集めが大好きだからさ、グラス買ってきちゃいました。冬ってこういうちっちゃいグラスでさ、しっぽりお酒を飲む、もうお酒を飲めるようになっちゃったからね、そういうことばっか考えてるの全然飲めないんですけど。あ、ここで番外編です。今日はね無印の紹介をしようと思ったけど、グラスつながりで無印じゃなくて、ちょっと自分へのねクリスマスプレゼントとして買ったねあるものがあるんですよ。それはじゃん、まだちょっと洗ってないから曇ってるんですけど、このグラスです。可愛くないこれ。このグラスたちをね4つ入りでちょっといいお値段したんです。このグラスをどこで買ったかっていうと、アンソロポロジーっていう名前だった気がするんだけど、とある撮影でこういうものとかのスタイリストさんですねに会った時に、すごい可愛いこのグラスをね用意してくださってて、どこで買ったのって聞いて、その教えてもらったからネットで買ったんですけど、すっごい可愛いですよこれ。素敵なグラスを買ってしまったんですという話でした。はい、次は無印の続きです。沖縄風豚角煮ご飯です。これは炊き込みご飯の素だね。すごく美味しそうだし、最後ここに書いてあるんですけど、シークワーサー果汁を使ったソースをかけて仕上げますなんだって。絶対美味しいと思ったのでこれを買ってきました。明日の朝ごはんにしようかな。お次はチョコがけショコラです。不揃いバウム。もうあの無印に行ったらバウムクーヘンが欲しくなっちゃうのはもうあるあるだと思うんですけど、私チョコが大好きだからさ、やっぱチョコチョコしてるのにすっごいね惹かれるの。お菓子とかアイスとかでも全然チョコレートしか選ばないしさ、私そうなんですよ。明日のおやつにしようかな。そして次はじゃーん、お弁当とかに持ってこう箸です。私ね持ってなかったなって思って、お弁当がすごい必要っていう生活はしてないんですけど、なんかないと困る時あるじゃないですか。でいつもそういう時はうちにあるお箸を IKEA の袋に入れて持ってってたんだけど、あれすっごいダサいからなんかの時用に変えました。意外と重量感あって使いやすそうなお箸で、ちょっと短めだね、私の手にはぴったりサイズ。あ、これ絶対いいじゃん、ないと困るから買ってきましたよ。お次はじゃん、ゴムベラです。このゴムベラずっと気になってたんですよ。無印のさ黒ヘラみたいなのはずっと持ってて、これね、これのちっちゃいバージョンのヘラもすごい便利で、今ちょっと洗いに出しちゃってるので今なかったんですけど、うちねぶっちゃけ言うとゴムベラがたくさんあるのだけど、無印のこのシリコンのヘラはすごくいいから絶対こっちもいいだろうと思って買ってきました。そしてそしてじゃーん、こちらはお玉というかレードルって言います。口がさちょっと狭い瓶とかこうやって入れたい時とかにってできるでしょ。で私サングリアを今つけてるんですよ。ちょっと持ってきますね。これもそういえば無印で買った瓶だわ。すごいね、無印だらけ。ワインにフルーツをつけてるんですけど、また作り方はいずれ動画にしたいと思いますが、この瓶ね意外と口が狭いのよ。で普通のお玉じゃ入らなくて、どうにかこうにかしてやってたんですけど、これめっちゃいいの買ったと思う。絶対入るからこれですくってやろうと思います。ジンジャーエールとかの素とかも私作るんですけど、すくうものが本当にうちになかったので、なかなかね出会えないからこういうのって、無印で出会ったので買ってきました。はーい、次はじゃーん、土鍋ですね。すっごく可愛い丸いフォルムのさ、かわいい。
これでまあ一人でお鍋してもいいなとも思ったし、チーズフォンデュやりたいなと思ったんですよ私。でも IH 使えないのでちょっと考え物なんですけど買っちゃいました。ガスコンロ普通に買ってきてもいいし、まあチーズフォンデュだったらね、まあなんとかできるんですよ。この真っ白丸っこいフォルムが何とも言えず買ってきてしまいました。もうこの時期は鍋が欲しくなりますね。お鍋とかが欲しくなってたまらないです。さあ次はね、キッチン用品じゃなくて物なんですけど、私これずっと欲しかったんですよね。ケーブル収納するやつ、これめっちゃ便利だよ。ケーブル持ってきました。これ iPhone の普通に携帯の充電器なんですけど、まあこうやってねくるくるってやるの。そうするとねケーブルがね短く収納できる。皆さんもご存知かもしれないけど、私これずっと欲しくて予約変えたんですけど、くるくるって、おーいい感じ。ケーブルは綺麗にしまいました。めっちゃいい。ケーブル私いつもぐちゃぐちゃみんなので、ケーブルを綺麗に収納できる人になりたいなと思って買ってきました。すごくいい。さあ最後はお料理とは関係のないものなんですが、じゃーん、収納ボックスを買いました。一人暮らし始めて収納物ってどんどん必要になりますね。で自分で買わないといけない、当たり前なんだけど、実家だといろいろあるじゃないですか。実家ってすごいねと思うんだけど、まあ、とにかく収納がなかったので、これ靴下とか収納したいなと思って買ってきたんですよ。意外と便利だと思わない、これ靴下いいと思って買ってきました。私冬になるとタイツ大好きみんなのね、だからタイツとかいろいろ収納できるかなと思って買ってきました。とまあこんな感じです、無印で買ったもの。無印楽しいですね、やっぱりなんかワクワクしちゃうよね。このゴムベラが一番の楽しみですね、今のところ。どんだけ使いやすいのか、もう神のみぞ知るですよ。あサングリア、あめっちゃ便利。もつ鍋でーす。やったー。オープン。パカーン。おー、おいしそう。ちょっと水っぽいな、まだ。そしたらちょっと弱火でコトコト溶きます。パカーン。今度こそいいのではないでしょうか。うん、ベチャベチャ感はなくなりましたね。そしたらシークワーサーかけます。結構たっぷり入ってる。あ、いい香り。
ということで、いかがでしたでしょうか。私の無印購入品紹介でした。最後までね、見てくれてありがとうございました。この動画で少しでも良かったよって思ってくれた方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。いいと思う。おー。